はい、どうも整体師の石島です。今回は脊柱管狭窄症の症状を猫背姿勢を改善して解消していきましょうというテーマで皆さんにお届けしていきたいと思います。脊柱管狭窄症っていうのは背骨の後ろにある脊柱管という管の中に神経が入っていて、その神経がギュッと締め付けられて狭くなっている状況を言います。でこの症状としては痛みやしびれっていうのはもちろんあるんですが、歩けなくなっていたりとか長く立っていられないっていう症状が出ていて、かなりですね生活に困っている方非常に多いんじゃないかなと思います。この症状を改善しようと思って頑張っていると、この脊柱管狭窄症による症状を改善しようと思って薬や湿布、そして軽い運動やストレッチやっている方も多いと思うんですが、腰にばかりですね注目していて、足であったりとか肩周りの硬さというところに注目していない方が結構多いんですね。そうすると何がおかしくなっているかっていうと、ほとんどの方が姿勢がおかしくなっているにもかかわらず腰にばかりですね気を取られていて、痛みの根本となる原因がなかなか見えておらずですね、解消に至っていないケース非常に多くあります。で今回ねご紹介するのがこの猫背姿勢なんですね。猫背姿勢っていうものはこういう形ですね。体の上が前に行ってしまって巻き肩であったりとか猫背姿勢っていうものなんですが、この姿勢をとっているだけでですね、脊柱管狭窄症の良くならない原因の一つになっていきますので、皆さんは背筋をグーって伸ばそうって思うんじゃなくって、リラックスしていい姿勢を作れるようにこの猫背姿勢から解消して、脊柱管狭窄症の痛みやしびれ、歩けない症状を解消していきましょう。私の動画では脊柱管狭窄症に特化したストレッチや運動方法をご紹介していきますので、もうこれ以上痛みでね悩みたくないっていう方はぜひチャンネル登録をして私と一緒に頑張っていきましょう。まずこのね猫背姿勢っていうものを解消していくために何の筋肉をやっていかなきゃいけないかっていうところなんですが、まずはこの胸の前の筋肉、大胸筋であったりとか小胸筋という筋肉になっていきます。まあこちらにですね画像の方出しておきますが、胸の前の大きな筋肉になっていきます。この筋肉が硬くなることによって前にぐーっと引っ張ってきてしまって猫背姿勢を作っていきます。脊柱管狭窄症の方は大胸筋小胸筋というものが硬くなることによって丸まった姿勢を取りやすい中で体を伸ばそうとしているんです。なので余計な力が背中にグッと働くことによってより背中がカチカチの状態を作ってしまって症状悪化しているケース非常に多く見られます。なので今回この大胸筋小胸筋をしっかりと緩めることによって楽に体が起こせる、そして力なく立てるように歩けるようになっていきますので、ぜひ頑張ってやっていきましょう。それでは早速実践の方やっていきたいと思います。頑張っていきましょう。早速実践の方やっていきたいと思うんですが、今回やることは2つあります。1つ目は、胸の前の筋肉、この大胸筋というものをですねしっかりとつまんでマッサージをする方法っていうのをお伝えしていきます。そして2つ目は、壁を使った状態でストレッチをしていくっていうふうなことをやっていきたいと思います。まずはマッサージをしてしっかりと筋肉の硬さを取っていくところから始めていきましょう。皆さんは、座りながらですねやっていただけると非常に安定していきますので、座った状態でやっていきます。まずはそしたら右側の胸の筋肉をやっていきましょう。大胸筋というのはこの胸の前についていますので、皆さん脇にですねこの手をグッと入れてもらって、そこから親指でグッとつまむようにしてこんな形で恥してください。でつまむ状態を作ってもらったら、この状態でつまんだ状態で前後に揺らしていきます。前後ろですね。はい、このようにやっていただいてしっかりとほぐしていきましょう。これを、30秒まずやっていきたいと思います。そしたら皆さん位置を確認して持ってください。それでは右の方から30秒やっていきますよ。よーいスタート。さあじゃあ揺らしていきましょう。筋肉ねすごく硬くなっていますので、ゆっくりです。しっかりと筋肉をほぐすような形でゆっくりとほぐしてみてください。力任せにねグイグイやってしまうとかえって筋肉っていうのは反発して硬くなってしまいますので、痛気持ちいいぐらいでゆっくりゆっくり揺らしていきましょう。どうしてもね刺激が強い方が効くのかなっていうふうにね思う方もいらっしゃるんですが、揺らすだけで OK です。はい OK です。今度は反対側いきましょう。左側のところに胸に差し込んで握ります。で筋肉をしっかり握った状態でまた揺らしていきます。それでは30秒やっていきます。よーいスタート。
はい、またしっかりとね筋肉を握った状態で硬いなというところをですねしっかりとほぐしていきましょう。結構ねここの胸の筋肉はパソコン作業であったりとか本を読んだり料理をしたりいろいろな場面で手が前にあってこの筋肉を勝手に使っています。スマホもそうですよね。なので使ってる意識がなくても実は硬いのがこの胸の筋肉です。これが硬いことによって猫背が解消できませんので頑張っていきましょう。はい、 OK です。そしたら次は立った状態で壁を使ってやっていきましょう。はい、そしたらちょっとアングルを変えてやっていきたいと思います。皆さん壁側に小指をつけていただいて、でこの状態から反対側に体をぐーっと向けて胸の前を伸ばしていきます。余裕がある方は顔を左側向けてもらってこの胸の前と首のここを伸ばしていきます。これでよくですねここが伸びていると思いますので、ここで30秒間しっかりとストレッチしていきたいと思います。それではやっていきますよ。よーい、スタート。はい、こういう形で顔を左皆さん向けてくださいね。はい、でこの状態で30秒キープして、ちょっとね辛いっていう方はしっかりと深呼吸をしてもらってリラックスしながらやってみてください。なるべくね力を抜いた状態でストレッチしていただきたいので、しっかりと呼吸しながらやっていきましょう。よく伸びていればストレッチできていますので頑張ってやっていきましょう。肩が痛い人は少し手を下げてあげると肩の痛みが減りますんでやってみましょう。はい、 OK。 反対側いきます。今度は左手の方やっていきましょう。こういう形でぐーっと胸の前を伸ばします。はい、これで前のストレッチしていきますね。こちらちょっとね画面の方見ながらやっていきますね。もう一回右手をやっていきます。画面手をついて胸の前を伸ばします。無理やりやりすぎないように気をつけましょう。それでは30秒、よーい、スタート。はい、ここはね本当に気持ちいいところなんでね、皆さん毎日しっかりとストレッチしてもらって、1日3回目安に頑張ってやっていきましょう。胸の前がね伸びると姿勢が勝手に綺麗になっていきますんで、立っている時の猫背姿勢であったりとか腰が反ったりということもなくなっていきますんで、ぜひしっかりとストレッチしていきましょう。はい、胸の前をねここをしっかりと伸ばしてあげてくださいね。はい、 OK です。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。肩すっきりしましたかね。はい、このストレッチがしっかりとできることによって、この胸の前の筋肉が伸びて姿勢がきれいになってまっすぐ立ちやすくなる、そして背中の筋肉の硬さが出にくくなることによって脊柱管狭窄症も解消していきますので、ぜひ皆さん頑張ってやってみてください。狭窄症は本当に腰だけではなくて足や肩周りの影響を受けて背骨の負担が増えている状態になっていきますので、腰ばっかりにですね目を向けるのではなくて、今回のようにですねこの大胸筋、胸の筋肉が硬くなって猫背になって腰の負担増えていますので、ぜひ皆さんはねこの肩をしっかりとストレッチするということをね意識しながら生活してみてください。1日3回ですねやってもらって、1回30秒で結構ですので、毎日コツコツやってですねしっかりとこの胸の前が開けるように綺麗な姿勢が取れるように頑張っていきましょう。はい、で今日のね動画いいなと思ったらですね高評価、そしてチャンネル登録をしてお願いいたします。はい、で狭窄症はねなかなか辛い症状がありますけれども、しっかりと原因を捉えてストレッチであったりとかマッサージしていくことによってしっかりと改善していきますので、ぜひ皆さん諦めずに私と一緒に頑張っていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。健康は自分で作るものです。毎日頑張って健康を作っていきましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。